ナンパしたっていう論文の厚さんと休み で、はい、でじゃあ渋谷に、まあ、買い物、うんまあ、あとは、まあ、可愛い女の子いたら、うん、僕と厚さんが遊びに行くって言ったら大体それもセットな感じで街に繰り出してたから109のスクランブル交差点の信号待ちになっちゃった、うん、その僕らの車の前をミキティが通ったんです、うん、そしたら厚さんがあれミキティじゃねって見つけて、うんうんいやそんなところにいるわけないじゃないおミキティじゃないですかってなって、で淳さんがお前追っかけろ歯がねこう行けっていうそうです109の中に入っていってそうでエレベーターがバーンとこう閉まったから、うん、あやばい見失っちゃうと思ったから、うん、どこで降りるかを怖い何階で降りたなみたいなエスカレーターをこう走って、うん、グルメフロアだったから、はいはい、そこでこう探したら またミキティがもう目の前にバーッと通って、うん、おはようございますって言ったらミキティがこうサングラスしてたんですけど、うん、振り返っておはようございます。ミキティー本当に